どうもこんばんは、加瀬一輔です。今日は2023年の4月の28日金曜日の夜の、夜ですね。はい、ということでトーナメント戦を始めてまいりたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、ということで、今日何回目か、まあ、トップも一応トーナメント取りましたし、まあ、イベントを最初やってたんでイベントではトップを取れてたんですけど、まあ、一応トーナメントはさっきの1回が、まあ、今日は1回ということで、で20何点かプラスになったんですけど、今現在1位の方とは100点離されていますので、そちらを、めくり返したいと思っておりますという感じですね。とりあえず初はちょっともうちょっと頑張って絞っていきます。これチートイもあり得るので、というかチートイかなと思いきやですね、これはまだちょっと横伸びを期待しますんで初落とします。で7ピンが来たんでここでいいピン落としましょう。そしたら、これで行くところの、まあ、ウーソを積もってもまだですよね。どっちしても、あ、トーピン来たか。まあいいや、とりあえず E1 落とします。でこれっていうのは3ピン、あ、ウーソ来たか。ウーソ来たんであればローピンを落としましょうか。さあこれで割と微妙なんですけど、 2,3,4 でいいか、 2,3,4 で 5,6,7 で、ウーソパーソー、まあ、そのあたりですかね。ウーソパーソーあたりを積もってリーチしたいとこです。さあそろそろリーチ入るでしょうから、どっちが早いかですね。おやりか。いや、ここはもう喧嘩していきますよ。じゃあ、スーチーソで。いやー、まあまあ。おっと、一発です。リーソク、タン、イーペーコ。ダブロンでしたね。はい。まあ、やむなしです。はい。まあまあ、ここはまあ、取らせていただきました。まあ、でも親がかったということは結局レンチャンかな、これは。あ、いや、親流れか。まあいいです。はい、次です。このあたりはゲーム仕様ですよね。早いとこゲームが終わった方が、まあゲームが運営側は得ですからね。まあそれはいいんですが、とりあえずトンから落としましょうか。ダブトンを嫌っていきます。さて、まあ、初落としまして、神茶は本一ですね、これは思いっきり。さあ、チートイっぽくなってきましたね。はいはい、チートイシャンテン。さて、ローソーを入れて、急ソー狙うか。っていう感じですかね。ナンはもう落としました、まあ、パーピン、ローソ、キューソあたりはこうチートイの狙いとしてはまあ今のところ悪くはないんですけど、さあどうか。まあ9ピンはとりあえず落とします。さっきからトイツはめちゃくちゃ落としてるんで掴み間違ってるんですよね。とにかくリーチ、はいはい、来ましたね。ここでリーチなんで、まあ、ローソー行きます。これでローソーっていうのは考えづらいので、さあこれパーピン、E ピンを打てるかどうかなんですけど、あ、リーチか。はいはい、E ピンジャンピン。あー、これはでかいな。またスワンコ転敗だったとはね。はいはい、3倍マンですね。はい、これはもうちょっとですね、親の3倍マン直撃はきついな。あ、でもまあ高ハイパイ来ましたからね、ここでちょっと軽く上がって、いや、チートイか。これはもうチートイに絞っていきましょうかね。 1,2,3,4,4 つですから、まあチートイ絞りで端ハイをちょっと寄せていきましょう。はいはい、端ハイを寄せていきますよ。チーピン、とりあえず親はまあとりあえず、ああそうなんですよね、こういう方向性なんですよね。
さ、ここはちょっと無理をしたくないけど、割といいとこ来たんで、まあとりあえず9番落としますか。9番落として、チーピンも落として、ローソに嘘か、勝負したくなるような感じになってきましたね。酸素、ローソ、嘘、このあたりをどう考えるかなんですが、とりあえず嘘打ちます。イーソーもいらないんですけど、どうしようかな。リーチ行くか。リーチ行きましょう。リーチ、はい、これでローソーで勝負です。まあ、多分親は無理しないと思うので、まあ積もれる可能性は十分あるかなと。でローン上がりした場合、これ満貫までいくと思いますので、8000点だと勝てないので、出上がりは、対面からの出上がりは厳しい。だからまあ積もらないと面白くないというやつですね。まあ、ローソはドラですからね。はいはいはい、相撲しかない。はい、これでまあ一応3000取りましたよというところです。さあこれで親番だから、まあ満貫積もってもまだ勝てはしないけど、まあ使いにくいドラが来てますけど、まあ2面ツありますからね。これでローソーもしくはツーピンか。はいはい、ツーピン来ましたね。ここはまあとりあえず9番はもう諦めます。9番諦めて、ツーピンが入ったとしてもちょっと微妙か。あ、そう来た。なるほど、これはちょっと打ちたくないな。打ちたくないし、まあウーソーはいけるんで、勝負できるんで、ウーソーは勝負できるんですよね。酸素もいけると思うんですけどね。まあこれはもう正直待ちはわからないので、まあテンパったら勝負いきます。まだテンパしてないんで逃げ回って、酸素は勝負。でこうなったらウーピン積もって3ピンで勝負。おドラか、終わったなこれは。いい上がりでしたね。はいはい、まあやむなしです。まあ2位なんでよしとします。これってのはプラスの2位なんですけど、点数は上がらないんでしょうか。プラス6っていうのがあるんで、6点ぐらいもらえるのかな。これはプラス6って書いてましたんで、これは合計点が上がってないのかな、ちょっとわからないですけど、まあどっちしてもトップじゃなかったんで、あんま手にならないですね。はい、もう一回いきます。まあ8分で終わりました。だいたい1曲15分って見てるんで、早めに終わったので、まあもしかしたらあともう一回ぐらいそのまま取るかなというところですね。まあ、ワンプレイ一応60円だと考えて、有料ですから、まあまあ、なるべくチョップを取って、タダでやっていきたいなとは思っていますね。さて、なんちゃからのスター、あ、後輩パイ行きました。いや、これはいいですね。1、2、3、4つですからね、統一4つで、統一が5つになりましたんで、ここはチートイに受けましょう。チートイは最近割と好きなんで、まあ、E ピン、まあ、パーピン積もって、いや、パーピンを積もってじゃない、ローピンを積もってシャーでもいいですし、ここはちょっとローピンでリーチしましょうかね。はい。ということで、このローピンは結構出ると思います。神社、筋が通ると判断したんでしょうね。
あえてのローピンですからね。まあできればツモノがリーズもチート1、2で、まあ、裏でバイマンですから、まあ、できればそこまでを考えています。積もってピンズは全然出てこないですね。ピンズ出してこない。あでもまあチーピンはまあ現物か。おっと張ってきたか。あ出ましたまあこれはまあ結果論ですけどね。はい、まあ裏で跳ねマンですが、はい、マンガンです。まあまあやむなしです。さてさて親なんで、まあでもまあこれは普通に打っていけそうな感じですが、ソーズが入ってくればまあ本質っていうのもまあまあなしかな。ローキューピンがあるんで、ローキューピンを大事にしていきますか。ここは早いな早い手泣いていきます。親なんでちょっと頑張って仕上げてきてみます。はいはい、これローキューピンですから全然出てもいいですね。これは3ピン勝負。はい出ました。これはただで上がらせてもらったような。はいはい、親を続けさせてもらいました。はい次です。さあなんとかトップを取りたい。はいはい、これはもう初をもちろん泣いていきます。あ早いな、早い早い、初を泣いて、あジャンピンも入れた。はいはい、あ E1 捨てようとしたらチーピンを落とします。これはあのチーピン持たれてる疑惑があったので捨てました。でもうウーピンもいらないですね。これ初泣いて、あいやここは E1 捨てて E スーソでなんと初を狙ってリーチです。あ初ですね、来ましたね。はいこれで E スーソ、はいマンガンです。いや早い早い、これは素晴らしい。はいマンガン、これはトップが見えてきましたね。さあまあ早い展開ではあるんですけど、まだ終わりはしないので、とりあえず少しでも点を取って勝ちたいかなというとこですね。さあどんどん捨てますよ、薬杯を。あトンが来ましたね。これはもうダブトン泣いていきますね。ダブトン、あ Q1 捨てようと思ったら入ってきたんでパワーピン落とします。でダブトン泣ければ Q1 も、あ先ほど切った牌でした、間違えた。うーん、あこれはいらないですね。でローストもいらないですね。チーソー落としたんでローストいらん。ウーソー入ってきたか。あとここはちょっとウーソーは取っておきます。ウーソーは取っておくとして、ローソー泣いてきたか。ってなるとトンはもちもちの可能性が出てきたなという感じなんで、リーチか、リーチなら無理はしないですよ。ここはまあ Q1 ですね。初トン来ましたけど、ここはまあパーソー出して、同級が入ってきたってなると E ピン行きたいところだけど、 E ピンはあんまり良くないんで、とりあえずイーストで回ります。危ない、3層は危なかった。はい、まあこれはもう、あバイマンカでかいな、でかい。まあ、ちょっと平たくなったんですが、まあまあまだまだトップです。さあこれもどんどん薬を配用落としていきます。どんどん薬牌を落としていって、まあでも手牌自体が普通にあの良さげなので、リャンピン入って、あ泣かれたか、泣かれました。あリャンピン入りました。でローキュー、サブロックキュットが入って
リーチと、あっという間に上がれるような手配が来ましたね。まあまあまあ、ここはまあサブロー級と、あ、そうきた、はいはい、ハーピン打てるんですけど、ローピン入るか、あ、ポンか、ハツはいいでしょう、勝負しましょう。シーソー、あー、なるほどな、なるほどな、厳しいな。はい、いいピンです。いいピン打ちまして、まあここはもう全く無理する必要がないので、リャンピンは、まあ、共通安牌、三品は、まあ、共通ではないんですけど、ウーソはなさそうか。まあいいか、三品いきます。多分、ウーピンも大丈夫と思うんですけど、ナンは大丈夫ですね。はいはい。自分が一枚切ってました。はい、泣きはしないですね。さあ、手もできてきたところで、トンもペイも打てるんで、これテンパイ取れますね、これは。はいはい、はい、テンパイ取れませんでしたが、次です。はい、さて、いいハイパイが来れば上がるし、そうでなければ降りるしという、そういう楽な試合でいってます。はい、とりあえず薬杯を落としていきます。いやー、早速泣いてきましたね。早い早い。さあ、さあどうかな。あ、泣いてくるな、泣いてくるな。さあ、でもこれ方針が定まってもな、ちょっと厳しいんですよね、正直なところ。あー、これで換算ペン3ピン落としていきます。で、チーピンが入ったとして、あー、9ピンか、まあ、チーピン、あ、3ピン来たんで、ウーピン来て、で、サブローピンは打てるか、打てるか、あ、リャンピン入ってきたんで、9ピンで、これチーピンが入ってきたとして、リャンピン落として、ハツはまだ大丈夫、リャンピン落とそう、リャンピン落としてチーピンは受けに回して、酸素入れての一応リーチか。はい、まあいいです、とりあえずいいです。はい、一応トップですね。トップね。これはもう1000点2回上がれば終わるんですけど、なかなかそうはいかしてくれないんで、とりあえずシャアから落としていきます。はい、シャアが来ました。はい、そういうこともあるんですよね。はい、まあしかしドラにはもう全く興味がないんで、もうむしろ曲を壊しにかかってるぐらいのやつですから。はいはい、そうなんですよ、そういう早いリーチが来るんですよね。もう早上がりして、もう完全に逃げ回る体勢に来ることによって、そういう危険なあれが出てくると。はい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 、まあ親かぶりしなかったからよしと考えて、次1000点で上がれば終わりですね。しかも安かったから、まあ非常にいいですね。というか、まだ親番があったので、どうか、これ 1,2,3,4,5,6,7,8種ですね。なんかこう、なかなか簡単に勝たせてくれないなという感じですよね。非常に腕が問われるような手配が来てますね。まあ、ペイも行きます、シャアも行きますし、ペイも行きますよ。さあ、だんだん手が固まってきました。ああ、そうか、そこまで来たか。ってなると、これはチートイを見るか、チートイを見るとして、どこを落とせるか。ああ、そう来た、これはなあ、ハッタ落とします。
チートイの可能性もあるけど、まあリーチはしないんですけど、とりあえず様子見で、Q1 を落とします。で、安品は多分大丈夫で、なんはいけるでしょう。で、ドーピンも大丈夫。あー、そう来た。難しいなぁ。まんまく打たれましたね。しかしこれで逆転負けはあるか。いや、ないと思うんですけどね。これはもう振り、あ、高ハイパー行きましたよ。高ハイパー行きましたんで、まあ、まあここはちょっとローピン行きますか。さあ、どこを落とすか。1、2、3、4、まあチートイのシャンテンなんですけどね、やっぱチートイでいいか。まあハクはもうさっさと落としたとして、シャアも1枚切れてるんで、まあイーストは落としましたんで、シャアは2枚も切れてましたね。これはナンはションパイ、トンもションパイ、パーピンもゼロなんで、一応パーピンはいらないとして、そうですね、まあ数ピントンなんで、どこかつくでしょうというやつですよね。なかなか勝たし、いやー、もしかそうくる一発。まあでもこれはまだ大丈夫ですけど、いやー難しいな。なかなかさっきから本当逃げの体勢が全然逃げさせてくれないんですよね、全く。まあとりあえずシャア泣きますよ、一発で。シャアを一発で泣いて、スーチーソー。はいはい、スーソー入ったで、シャアを泣いて、そうですね、シャアを泣くことが前提で過ごしていきたいとこですね、これは。あ、ローピン。はいはいはい、そしたら、まあまあとりあえず広く受けていきますから、アンパーピンですけど、これはシャア泣いて E ピン落として、あ、スーソはもういらないですね。これはローソもいらないですね。スーピンは取っておく。これで9層もスーピンも泣きますよという感じで、サブロ3ピンを先に落とすか、いや、ギャンピンに絞ります。ギャンパーピンに絞って、ローピンもいらない。静かに進んで、もうスーソいらん。これは上がりきるぞ。ここはでる、あー出らん。うわー、チーソーは避けます。チーピンは避けます。で、ローソーはローソーは押します。いやー、これは良かった、これは面白かったな、本当に。いやー、素晴らしい。何にもいい、これは面白かった。素晴らしい手でした。いや、感動してしまった。見事に。あのチーピンは当たりだったのかなと思うと、ちょっと、それが気になるな。はい。ということで、9278から、あれ？ん？ウィン。ん？あれ ?9278 から変わらんのですけど、どうしたことかな、これは。ん？どういうことか。あれ？なんかさっきから点数が変わってないような気がするんですけど、気のせいかな、これ。まあいいや、とりあえず、まあトップ取ったのは